起きろって早く。え？ちょっと今。何時？4時。なんで起こさないんだよ、お前。オプションマイクつけてくれたの？寝てる時に。ありがとう。やば、お前だって今日これ投稿するんだよね。やばいって。何やってんすか。早く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 。何したらいいの今日は。今日は俺の部屋の新しい福島の家のデスクツアーでしたっけ。はい、そうですよ。やべ、それは失礼か。はい、皆さんどうもこんにちは、牛井です。今回はですね、僕の部屋のね、あのデスクツアーみたいな、まあ映像クリエイターのデスクチャーどんな感じなみたいな、まあ映像クリエイター感あるかどうかわかんないですけど、ちょっとね、おしゃれにしたつもりなので、ちょっとね、デスクツアーの方していきたいなと思います。じゃあまずですね、まあ福島に引っ越してきて、東京からまあ U ターンしてきて、でまあ会社をこう立ち上げまして、僕の家が今新しくなったんですけど、あっちにあのワッフルといつも仕事してるリビングと、あと和室、でっけえテレビだけ置いてある和室と、あと機材部屋と、でここがまあ僕のお部屋になっててっていう感じなんですけど、はい、あの昨日の夜ねワッフルとせっせと組み立てて、はい、だってここマジで本当にベッドだけだったよね。そうですね、ベッドだけだったんですけど、今割とまあ 1K 一人暮らしみたいな感じになってるんで、今日は自分のこの部屋をね、紹介していきたいなと思います。で、こっちはね、すごい頑張ったんですけど、どうぞあちらなんもないってわけで、まあ今日はちょっとデスクをね、で、あの今回ですね、こちらとか、まあ、もろもろですね、あの提供いただいたものもあるので、それをね、ご紹介していきたいなと思います。というわけで、じゃあまず最初にこのデスクから紹介していこうかな、はい、で僕あの前のオフィスの時もう、まあ、デスクはあったんですよそれはデスクはあるよな。で、あの昇降式っていうんですかのデスク使ってたんですけど、マジで本当に壊れたの。壊れた、はい、あの東京にまだ家があるんですけど、その家に昇降デスク置いてあるんですけど、うん、あの反応しなくなっちゃって、あら、使えなくなっちゃったんですけど、そんな時に、はい、コフォさんから、コフォさん、コフォさんありがとうございます。ありがとうございます。からね、ちょっとご提供いただいて、はい、なんとあの昇降デスクをいただきました。はい、というわけで今回はね、ちょっとこれ あのコフォっていうものをメインでご紹介していきたいなと思います。あとこのモニターアームとかもね、コフォさんなんですけど、はい、これは本当に新発売の、まだ多分手に入らないのかもしれない、はい、のかもしれないのかもしれないなんか幕開けであの今販売してて、うん、でそれだとあのもしかしたらあの普通に売られるより前にお金を払うと安く買えるみたいなのもあったりなかったりって感じで、じゃあ進めていきます。なんか僕ってこうクリエイターだからめっちゃこう黒とかのイメージあるじゃないですか、うんうん、ちょっと俺おしゃれ系男子でいきたいなと思いまして。なるほど、はい、確かに黒要素全然ないっす。そうですね、まあ、カメラはちょっと黒いんですけど、うん、ちょっと話変わるんですけど、はい、僕ミニのアンバサダーもやったんですけど、はいはいはい、なんとウェゼルが壊れた時にミニのアンバサダー来たんですよ。おー、で今回も机が壊れた時に机できていただいて、はい、次何壊そうかな絶対ダメだ、絶対ダメだよ次何壊そうかな、まあ、壊そうっていうか壊れたんですけど、うん、まあ、そんな感じで、じゃあデスクを紹介していきます。まずですね、このデスク、うん、あの気に入ってるか気に入ってないかっていうところなんですけど、はい、まあ、気に入ってます。ああ、よかった、はい、ここで気に入ってなかったらもう終わりでしたね今日の。そうですね、動画は。そうですねで、こちらの机はですね、この天然木材でウレタン加工してあって、しかもここ丸くなってて優しい、うん、はいはい、くなってて、まあ、すごいデザインとしてはまず100点、うん、もう本当に求めてた、大好き。しかもサイズもこれ160なんですけど、はいはい、まあ、4つのサイズがありまして、120、140、160、180で160のものをいただきまして、見てこの広々としたスペース、でかいですね、でかい、マジで。でしかもデザインもいい、うん、っていうところで、まああとこれの一番のね、あら、魅力、昇降デスク低いと63ぐらい、高いと128まで上がって、うん、でしかもこのデスクのめっちゃ俺が素敵やんって思ったのが、うん、はい、配線周りのすっきりとした、あ、すごいですね。でここがスチールになってて、うん、磁石がつくんですよ、はいはい、なんで、まあ、この置物
もいただいたりとか、うん、この配線まとめるやつも磁石でくっついてたりとか、はい、あとこういうねクリップとかも候補さんあって、これちょっと硬いんですけどヘッドホン壊れるんで、はい、あのこういったものを、あう、ソニーさんヘッドホンの商品紹介お待ちしております、はい、俺次アップルの買おうとしてる、はい、まあ、こういった感じでクリップをまとめるやつとかもあったりとかで、他にもいろいろ今画像を出してると思うんですけど、こういったものもあって、なんかこう磁石が、ね、くっつくからカスタマイズがねすごいしやすくて、なんかこの配線周りの綺麗さっていうのはすごい、まあ、なんかクリエイターとして嬉しいですよ、はい、なんかこの辺ごちゃごちゃしてると嫌な、そうですね、嬉しい、はい、だってこれ欲しいって言ってたよね、はい、欲しいっすねもう1台ちょっとわがままに言っとけばあの1台がいいよっていうふうに見えるから、はいはい、まあそんな感じで、なんですごい素晴らしいデスクです。まあ、ただ注意点としてはここがあのそういうスチールになってるんで、うん、あの穴とかは開けられないんですよ、うん、その DIY でここに穴開けてなんかしたりとかはなんかちょっと特殊な加工をしないとつけられないので、まあでも僕はそういうあんま DIY が得意ではないのでまあこの最初からこうやってねいろいろカスタマイズしていくっていうのはすごい助かります、はいはい、あとこれですね、はい、これ足つけられる、はいはい、られるんですよ。おお、これがやっぱね俺としてはめっちゃ嬉しい。あ、やっぱ移動式撮影するときとかにこう動かしただって昨日もさ配置きあの決めるのにめっちゃ動かしたじゃん。確かに、あの時に撮影するときにレイアウト結構変えますもんね。そう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 、それがすごい良くて、しかもこれが真っ白だから、うん、なんかインテリア的にもそのなんか普通黒じゃん、はいはい、だけど真っ白で統一されてるんで素晴らしいです。素晴らしいです、はい、で、この机ですね、あのなんと耐荷重125ということで、おお、ギリ余裕ですね。あ、余裕ですか。俺でも余裕って結構すごいっす。そうだね、だから椅子としても使えます使うやついないけど、ただ重いです、すごく。あの組み立てがちょっと大変でしたね、はい、ちょっとね、ちょっとこれは大人2人はマスト、うん、私本当に怪我しないように、うん、まあその分めちゃめちゃしっかりしてますからね。そうだね、めちゃくちゃしっかりしてます、安定感が、はい。で、実はこのモニターアームも今回あのコボさんのものを提供いただきまして、はいはい、だから僕1回だけ、まあ、これ LG のモニターなんですけど、うん、前にすごい安いやつを買ったことがあって、でその安いやつだとあのまず支えられなくて、でもう一回買い直して、で新しいやつにしたんですけど、まあそれでも若干その止めるところで止めれないみたいな、ここで止めたいけどカクってなるみたいなのがあるんですけど、これすごいんですよ。わ、すごいっすね、止まんのビタッと。すごくない？すごい、すごくない？すごくね？ビタッと、いや、ビタッと止まる。なんかすげえ高い三脚みたいな、うんうんうん、そう、なんか地味にこうこだわらないポイントだと思うんですけど、配線周りもすごい綺麗にしてくれて、うん、どうなってんすかこれケーブル、ね、この中に入って綺麗、高級感あるそのマットっぽいんですよ、ね、まあ、白だから分かりづらいかもしれないです、うん、で、この天板、さっきこっちすごい丸まってるって言ったんですけど、はい、こっちはもうこのアーム用にちょっと角張ってて、もうぴったりフィット。なるほど、そう、本当ですね。俺前さ、はい、前の昇降デスクの時これつかなくて、あ、なんかこの天板の裏がちょっと空洞になってて、うん、つかなかったりとかしたんですけど、やっぱりこの純正と純正、なんかソニーでいう GM みたいな感じですごくいいです。あとここ下からクランプだったんですよ俺前のアーム、うん、なんでここにボコンってクランプが出てる。でもこれここの中にネジがあってそこで締めれるんで、なんかこの見た目っていうのもすごいスッキリしてて、てかマジでスッキリしてるんだ。ちょあとこうもなるで、これデュアルとかもあって、こっちにもう一個生えてるやつとかあって、2画面で、まあ、片方立てて片方とかいけるし、軽いやつとか重いやつモニターあるんですけど、例えばここに iPad のを載せたいとか、うん、っていうのもここで調節できて、なんか軽いやつだとアームの力かっちゃってこう浮いちゃったりするみたいなのあるんですけど、うんうん、これすごい細かくあの調節できるんで、 あと昨日俺とワッフルがやってて思ったのが、これ
モニターすぐ外せるのマジでありがたい。本当だ、まあ、モニター外す機会ってそんなないかもしれないんですけど、普通のモニターって取り付けのすごい大変で、俺が前使ってたやつはモニターをこう考えながらこうねじるみたいな。うわマジですか。うん、それがきついっすね。これこうやってチコン、まあ、そんなにね外す機会っていうのはないとは思うんですけど、まあそんな感じで取り付けも女性の方でもよいしょモニターを置いてネジつけて、うんうん、つけるだけなんで楽ちんですね。はい、楽ちんです。はい、というわけでそんなもんですかね。今回ご紹介したい、はい、石井さんの写真。ああそうだ、届いたんですよ。ジブリの時にねお世話になった石井智彦プロデューサーから。はい、いいっすね。これやばい、バカ嬉しい。ちょっとねここに置いてあんのが申し訳ないちゃんと飾りましょう。飾りたい。ちょっとなんかね端っこの方であれなんでちゃんと飾りたいなと思います。で、今ね今日はこの自分のワンルームの部屋を紹介したんですけど、今度ルームツアーって言っても俺の家をすべてご紹介できたらなと思います。はい、というわけで今日の動画はこれで以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ちょっとずつこういう、まあ、映像系だけじゃないちょっとライフスタイルな部分も発信できたらなと思うので、ぜひ、チェックしたりしてくれたら嬉しいです。それではねまた次回お会いしましょう。バイバイ。